それで沸騰水入れるとどうですか、その色の差が分かればいいんですけど、お、うん、ちょっと違うの分かるよね、ちょっと違う、ね、これがコロイドですか、そう、透明でしょ、でダダ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 、持ってくる、持ってくる、持ってくる、はい、じゃあちょっとこう結んで2人協力しちゃってこう紐で結んで透析結構漏れないようにぐるぐるぐるキュッ、1回で大丈夫かな、もう1回ぐらいでいいか、もう1回ぐらいでいいか、もう大丈夫かな、そのままチャポンってチャポン、あ、割り箸いらなかったかな、これが濁ればいいわけだね。硝酸銀でね。はい、ポタ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 。フリ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 。あ、でもフリフリ。あ、ちょっと濁ったかな。ちょっと濁ったかな。あ、でも濁ってるよね。あ、大丈夫だよ。はい。濁ってるってことは塩化物イオンが下そこのところをカットカット。はい。じゃ。うまい、うめえ、半分、うん、見えるとこたっぷり、まあ3分の1でもいいけど、まあそんなもんですね、はい、はい、適当、1だったら1でもで、これで沈殿するはずです、はい、どうぞ、じゃじゃ、どうですか、おー、すごい、まあ、一応濁ったかなっていう、濁ったかな、ちょっと加えるか振ってみるかしてみようか、加えて振ろう、ちゃちゃっと、あ、一応濁ったかなって、ね、そうだね、やりすぎたな俺が、そうだな、まあいい、うん、でも濁ってるの分かるじゃない、じゃあ、うん、それ多分ね時間置けばこう沈殿していくと思うね、で業績って形になるよね、こっちに移して、じゃあこっち側だけにゼラチンを加えちゃおうか、ね、あ、こっちゼラチン、どっちかにゼラチン、あ、両方同じ量がいいかな、1ミリぐらい適当でいいです、はい、はい、ゼラチン入れます、はい、はい、まあ、ちょっと濃度薄まっちゃうんだけど、じゃあ今度はさっきと同じことやりましょう、じゃあ同じ1ミリずつを入れて、もう入れていいんだ、そう、はい、同じ色ですね、こっちが先の方がいいかもしれないね、こっちが、あの、そっちがまず濁るってことを見せるっていう、濁った、濁ったね、じゃあ同じ色こっち入れてみて、ゼラチンの方に入れても、あ、濁りませんでしたということで、うん、コロイドが安定してるって、保護コロイドできましたっていうことですね。